はい、どうもボーリング TV のゆきです。はい、今回はボーリーグの秋場所第8戦目となります。イエイ。はい、第8戦目終盤にかかりまして、全部でね11戦ということなので、まあ、残り4戦となるんですけれども、まあ、ここから、男子プロとの戦いがずっと続いております。はい、そんな、まあ、第8戦目の今回の対戦相手は、水谷プロです。はい、すごいね、投手のすごい水谷プロのイメージがあるんですけど、私は笑顔で頑張りたいと思います。それでは今回もご声援よろしくお願いします。いきます。のかな、さっき練習投球ではバッチリやったんですけど、ちょっと気合い入りすぎたかな。今日はジャッカルフラッシュのボールとユニフォームもジャッカルフラッシュで捉えております。危ない。セーフ。いやー、どんどん寒くなってきて、最近ね投げる前がユニフォームに着替えるのがね寒くなってきました。ちょっと2枚ぐらい左より右寄ります。だったんですけど、いやー、ボーリングは好きやじゃダメなんですよね。ワイプがいるからね、本当に。投げなあかんね。お、ストライク。まず1個目ストライクました。ちょっと優しく投げなあかんけど、ちょっと優しすぎたかなと思いながら、優しさが必要ですね。あんまりバシンって投げすぎたら、ほんまに奥のピンが絡んでくれない。投げたかった投げ方です。よし、あの感覚ですよね。今の感覚で。倒してくれた。激アツストライクでした。よっしゃ。今月 のボールアロー松原店のレーンコンディションで投げてるんですけど、まあ、40フィートなんでちょっとね短く感じますね。バチ当たりみたいな感じの9番ですね。まあちょっと打ちミスやったけど、まあやっぱ短い分打ちミスがね、打ち
見せするぐらいだったらちょっと外見せぐらいの方がいいのかな。まだ3個しかないわ。よし、やばい。よし、気合入れていきましょう。まだ3個しかない、やばい。なんかこう左手の改造してからすごいこう後ろに引きすぎてしまうと打ちミスがね激しくなるので、そこを気をつけて投げなきゃいけないですね。よし、いいんちゃう。イエーイ、今のはめちゃくちゃ意識しました。イエーイ、その意識が抜けてたね、さっきまで。よし、思い出しました。左手が入れ替わりすぎたら全部こう内に引っ張るような感じになっちゃうんで、しっかりちょっと止めるような意識で投げてあげないと。まで来るんか。最近全然8個もストライク来てないからね。とりあえず8個は行きたいね。ああやばい、やりてる意識とかいう問題じゃなかった今。ここやで、こんなんばっかりやな。よし、オッケー。スペアはね、ほんまに最近ストライクない分ね、スペア率は良くなってきたんですけど、ストライクは欲しいな。めちゃくちゃいいんですよ。引っ張ったら鉄板で4番ピンやから。よし、今6個です。とりあえず遊戯で8個あったらハンデで9個、結果待ちっていう形にできるんで、今の6個やったらちょっとやばいから、とりあえずもう1個頼む。いける。イエーイ。よっしゃ。ストライク。イエーイ。よっしゃ。来た。久しぶりちゃうかな、7個ストライク来た。次8個来たら、まあずっと目標としてる。とりあえずのラインはクリアできますね。頼む。やったけど来た、ストライク。やった、久しぶりに自力でストライク8個来ました。イエイ。はい、ということで、まあハンデ足したらね9個あるんで、まあこれは期待できるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。はい、まあスコアはね237ピンということですので、はい、もうあとは結果待ちの状態です。また、あとね残り3戦秋場所残っておりますので、引き続きご声援はよろしくお願いいたします。それではミズピーのボーリングの部屋へ部屋へ皆さん見に行ってください。ありがとうございました。